アンダーアーマーアスリートサミット、ブラインドサッカー河村亮、チャプター1、何事にも意味がある。5歳で視覚障害になって、視力というハンディキャップがあることによって、ぐっとこらえなきゃいけない。本当はもっとみんなと同じようにやりたいこといっぱいあるのにっていうところから、でも目が悪い、視力というハンディキャップがあるっていうのを実感する瞬間ではあったので、自分と向き合って、僕に与えられた人生というか、僕にしかない人生なので、何かこう意味があることなんだというように捉えて、その瞬間を乗り越えるようにはしてたんじゃないかなとは思います。受け入れる瞬間はどっかで必要で、コントロールできないことにフォーカスしても何も変わらないし、自分が自分に対して背中を押すような捉え方をしているのかなとは思います。サッカーに対する憧れってずっとあって、サッカーやりたいなってずっと思ってたので、大学の時にこのブラインドサッカーという競技を知って、アイマスクをつけた選手がドリブルで敵をかわして、目が見えるゴールキーパーからゴールを決める瞬間、その姿に本当に衝撃を受けましたし、感動しましたね。でブラインドサッカーという競技を本気でやるようになって、すごい感覚的な部分が養われてきたんですけど、本来見えないはずなのに自分にしか感じない景色というか見えないからこそ見えてくる景色、世界観っていうのがあるんじゃないかなと思っていて、なんかそこに気づけたのはすごく大きいなと思いました。ボールの音と声と声からの情報を得て、人が走ってくるその足音であったり声を聞き分けて、その情報を得て頭の中でイメージしている、そのイメージは見えている人が実際にサッカーをしている映像にすごく近いんじゃないかなとは思いますね。多分僕が見えてた時に、小さい頃サッカーをやっていた時よりも広い視野でピッチ上の敵味方空間を認知してプレーできてるんじゃないかなと思うので、なんか本当は見えないはずなのにすごい視野が広がっているなっていう、そんな中でプレーできているなっていう実感があって、見えないんですけど頭の中ではそういうサッカーができているっていうところまで、そこまで来ているなっていう実感はあります。アンダーアーマーアスリートサミット、ブラインドサッカー河村亮、チャプター2、柔軟な心が強さにつながる。メンタルの、強いとか弱いとかではなくて、心理的柔軟性というふうに僕は考えていて、捉え方とか考え方をうまくすることによって、ポジティブな方向に行くと思うので、
心の柔軟性というのが強さにつながるんじゃないかなと思います。メンタルトレーニングの影響もきっとあると思いますね。そういう捉え方が変わってきたというか、メンタル面の自分の評価をするんですね。それテストがあるんですよ。評価法に基づいてトレーナーの方と会話をして、まあ今こういう状況に近いので、こういう捉え方をしましょうとか、今緊張しているのかとか、その時にの評価法で心理状態が分かるというか、緊張はしていいんですよ。いいパフォーマンスを発揮するには緊張っていうのは必要だと思っているので、その緊張をどうコントロールするか、どう捉えていくかによって、そのパフォーマンスもさらに変わってくるんじゃないかなと思っていて、まあ不安になるんですけど、そういう時こそ実は神経が敏感になって、五感が研ぎ澄まされてきているなっていうふうに捉えています。試合の中で集中力が上がったり、まあ、感覚が良くなるんですね。緊張してきたなと思っても、いやいや、これはいいパフォーマンスを発揮するためのもうスイッチが入ってきたと、そういう証拠なんだっていうふうに捉えて、よしよし、五感が研ぎ澄まされてくる、感覚が良くなってくるっていうふうに捉えると、その緊張はすごくポジティブに捉えられますし、自分のパフォーマンスを発揮する上でプラスに働くんじゃないかなと思っていて、やっぱりその緊張の捉え方次第でコントロールできるんじゃないかなと思いますね。ポジティブリフレーミングっていう言い方をするんですけど、まあ、捉え方を良くしていきましょうというか、要は都合よく考えれば楽ですよっていう自分の弱さが無意識のうちに出てしまう、反応してしまうっていうのはどこかで出現してくると思うんですけど、自分が決めたことはやりきるというか、険しい道と楽な道があれば、もう険しい道を行くって決めたんだったら、この道しか行かないってもう決めるんですね。選択肢があるから今日は楽な道に行きたいとかっていう、まあ、誘惑というか、こう逃げ道があるんですけど、自分の中でそもそも、もう道は一つだというふうに決めきれば逃げようがないんですよね。そういうふうに自分をある意味錯覚させていくというか、誘導していくことによって逃げるという選択肢をなくしていく。アンダーアーマーアスリートサミット、ブラインドサッカー川村亮、チャプター3、真の共生社会を実現するために。視覚障害者っていう、まあ、障害という言葉が日本ではやっぱりまだまだこうネガティブ要素が強いと思うので、そういうのを変えていきたかったですね。まあ、ブラインドサッカーのチームがその一つのきっかけになるような、まあ、スポーツを通して視覚障害者に対する印象とか考えが変わっていくような、そういうチーム作りをしていきたいなと思いましたし、まあ、多様性っていう言葉もまあ最近広まってきた言葉でもありますよね。ダイバーシティとか多様性っていう言葉がね、もっともっと社会に浸透していきましょうっていう試みが、日本だとやっぱり、まあ、僕が普段白状ついて、まあ、日常生活を送っている中で助けたいっていう優しい人はたくさんいると思うんですけど、どう声をかけていいかとか、どう接していいかっていうのが日本人の場合わからない人が多いと思うんですよね。でも海外の人はとにかく声をかけてくれるというか、フレンドリーですよね。そういう意味でも僕が思うのは、まあ、ヨーロッパ大陸とかアメリカ大陸とか、国と国がねつながっている白
白人、黒人、多国籍な人種、そこに障害とか、あとは宗教ですね、常にこう違う人が近くにいるっていうことが日常である人たちと、一方で日本っていう国はやっぱ島国で、そういうのが感じにくい国ではあると思うんですよね。海外の人とはそういう考え方に差はあるなとは思いましたね。僕の考えはダイバーシティとか多様性とか、そういう言葉がなくなることが真の意味での共生社会になるんじゃないかなと思ってますね。そういう言葉がある時点でまだまだできていない証拠だと思うので、ただ今までってそういう言葉すらなかったので、ここからですよね。日本の世の中が少しでもそういう方向に向かうようなきっかけ作りというか、そういう存在になりたい。視覚障害で目が見えなくてもこんなに走り回って動けるんだとか、サッカーができるんだとか、勇気を与えたいですし、まあ、目が見えない子どもたちだけではなくて、やっぱりブラインドサッカーをきっかけに勇気とか感動とか、戦う姿勢というか、目が見えない人たちでもこんだけできるんだから自分たちもできるんだろうっていう勇気になるようなきっかけを与えたいなとは思います。アンダーハマー。